うさくれうさく すごい。寿司屋に向かってます。どうも皆様おはようございます。本日はですね、寿司来ました。小田原市役所の近くですね。市役所の近くの寿司処富士さんですね。はい、こんな感じです。はい、それではね、入ってみましょう。じゃーん、ガッシュ。ありがとうございます。あ、生で。ウリマギです。ああ、そういうことね、うん。ナンバーワンはやばいからね。いきます。リュウゲイ。カニ入ります。
あ、すいません、ありがとうございます。あ、どうも、すいません。こんな特権が用意されてるとはね。まあでもお祝い的な感じ。まあね、全然ない。やりたくないな。やりたくないでしょ。ね、ね。まず、泣かせる話だ。だって千秋さんまだだもんね。あ、そう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 。いいです。どうなんだ、泣かせる話だね。ね。熱い。持ってません。はい、あ、裏、うん、裏2巻ね、いいです。すげえ香ばしい匂いするね。じゃあ、いただきまーす。これまずいわけがない。色が当たってますみたいな。いただきます。おいしい。飲みたいとは思わない。よし。いやいやいや、絶対綺麗に食べる。いやいや、違うよ、本番は次のイワシだから。いや、先にイワシだし、遅かった。いただきます。決めてないね、うん、昔は安かったよね、決めなんてね、うん、そうなんだ、うん、なんかもう目が黄色で気持ち悪いからみたいな。いただきます。カワハギとか、うん、うまそうだね、うん、奥まで、ね、奥まで、ね、全部あのなんか何十個もある銀杏が来たの。すげえな。すごいよ、すごいよね、すごい。半端ないですよ、ね、うん、すごい。一緒に働いてはいない。でも寿司屋さんは一緒なんですよね、確かね。俺が辞めてから行ったんだよね。あ、入れ違い。そう。弟とか弟も取られたけど。弟と知ってる。え、誰の？中で今のうち、そうね、3時近いってね。いや、お腹に腹つくんじゃないかと思ってね、寿司折り買っときましたよ。ねえ、これ食って帰るから。帰るから。色変わっちゃったなってもな。いただきます。おいしい。はい、ちゅうことでね、美味しい寿司に失礼になっちゃいけないってことでね、もうちょっと飲みますか。今日あんま飲んでないからね。濃いんじゃないのこれ今日も。お寿司屋さんどんぐらい飲んだっけな。生中2杯のお調子熱燗1合2つだもん確かね、うん、少ないよね、うん、これにしちゃうみたいな。はい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 、はい、行った時間がちょっと早かったな、覚醒かなんか、うん、あんまりなんかお腹が減ってなかった感じだね。いただきます。うん、最高やねんで、ねえ、ね、いただきますか。カニうまかったね、つまみでね、うん、いただきます、うん、これですよ、おいしい。本物のカニはうめえな。はい、残すは2巻と、ガリ。よし、ちょっと、競技の箱だから、ちょっとね、やっぱね、もう、洒落てますよね。競技ですよ、今頃。お父さん、ごめんね、これ、てれんてれんてれん。もう、巻物だけかい。よくお土産でね、持ってきてくれました。いただきます。本当で、残すはボタンエビ。ね。これこそ買います。おやすみなさい。